えーどうも、ゆきひろです今日は FX トレードでおしめ買い戻し売りのタイミングを簡単に見極める方法を5つというテーマでお話ししていきますでまずは簡単に僕のプロフィールを紹介しておくと僕は国内の銀行と香港の金融会社を経て専業トレーダーになりましたで2007年からもう10年以上トレードを経験していますで今日はそんな僕が FX トレードでおしめや戻しを的確に捉える方法ってないのかなと疑問に思っている方に対して 押し目買いや戻し売りのタイミングを簡単に見極める方法っていうのを5つお伝えしていきます。また、それらを具体的にどうやって使っていくかっていうことについても合わせて解説していきましょう。ということで、押し目買いや戻し売りのタイミングを簡単に見極める方法。これ結論を言うと、この5つを使います。まず1つ目がトレンドライン。2つ目が水平ライン。 で、三つ目が移動平均線。四つ目がフィボナッチリトレースメント。で、五つ目がオーダー状況。この五つです。で、これらについて深く解説していく前に、まずそもそも押し目買い戻し売りって何ぞやっていうところなんですけれども、まず押し目買いですね。押し目買いの押し目っていうのは、上昇トレンドの一時的な調整が終わって、再び 上昇に転じるポイントのことを言います。例えば、この図で言うと、まあ価格が、こう上昇トレンドで上がってきてますよと。ただまあ一直線に上がるわけじゃなくて、相場っていうのはこうギザギザを刻みながら行きますよね。で、このギザギザのこの調整局面、一旦下落に転じて、だけど再び上昇するっていう、この折れ目のところ、ここが押し目になります。なので、押し目買いっていうと、簡単に言うと、 ギザギザのこの下で買いを入れることですね。で、戻し売りっていうのはこの逆です。戻し売りの戻しっていうのはダウントレンドの一時的な調整が終わって再び下落に転じるポイントのことを言います。こう価格が下落トレンドで落ちていってると。ただ調整局面で上がって、ただ再び下落する。この折れ目のところが戻しです。 なので、戻し売りっていうのは、簡単に言うと、このギザギザの上の方で売りを入れることですね。で、これら、両方とも共通する点としては、焦って飛び乗るのではなくて、価格が有利な水準まで来るのを待ってからエントリーするっていうことです。例えば、この下落トレンドを例にすると、まあ、焦ってここら辺で売りを入れちゃった場合、ここで一旦調整するじゃないですか。 そうなるるとマイナスを抱えるんですよで、再びここら辺に来るまでそのマイナスっていうのは消えないとでこうなってくるとなかなかちょっと効率が悪いのでまあこの調整局面っていうのをあらかじめ計算に入れてで有利なところでエントリーをするとでそうすることで逆行する可能性が低くて勝率利幅ともに大きいエフェクトレードとすることができます じゃあこの押し目戻しを正確に見極める方法何があるかっていうとこれが先ほど結論で言った5つです改めて言うとまず1つ目がトレンドラインで2つ目が水平ラインで3つ目が移動平均線で4つ目がフィボナッチリトレースメントで5つ目がオーダー状況になりますこれそれぞれ説明していくとまずトレンドラインやっぱ押し目戻しを判断する一番シンプルな方法って トレンドラインを引いてみることです。まあ、これで言うと、こう、上昇トレンドがあって、この上昇トレンドの中の安値、まあ、こことか、こことか、こことか、こういったところを結ぶ斜めの線を引くことで、次、どこで反発してくるかっていうのを見極めます。で、このトレンドラインを引くコツとしては、このローソク足の実態、もしくは、 この、ヒゲの端っこを結んでいくっていうことですね。例えば、ここで言うと、まあ、ローソく足の実体の下の方、下の端っこの方を結んでますと。あと、まあ、ここら辺で言うと、ローソク足の端っこの方。で、ここは、まあロー、ヒゲもあるんですけど、ローソク足の実体、ヒゲじゃないところの端っこを結んでます。では、まあ、こういったポイントを見て、 まあそれぞれいろんなところで線引いていくんですよ。例えばまあ、ここと、ここを結んでみたらどうだろうとか、ここと、ここを結んでみたらどうだろうとか、まあそういうふうにいろいろラインを引いてみて、一番しっくりくるところ、まあ僕がここで引いたのは、ここのポイントとここのポイントですね。ここに線を引くと、だいたいまあここら辺でも、ライン付近で止められてるし、 でここヒゲは飛び出ちゃってるけど実体は止められてるので、まあ、このラインがうまく効いてそうだなっていうふうに作ることができますじゃあ次水平ラインですねこれはですね押し目戻しを判断するラインってトレンドラインだけではなくて水平ラインも使えます例えばこの例で言うと直近の高値 まあこれでいうとここですね。これでいうとここら辺に水平線を引いて次の安値がそこで反発するかっていうのを見ます。これでいうとまあこのラインのところでここちゃんと反発してますよね。これもこの高値を結んだ線のところでここに安値が来てますと。で水平ラインの特徴としては直近まで抵抗線だったものがブレイクされると 今度はそのラインっていうのが支持線として機能する傾向にあるんですよ。まあ例えばこれで言うと、まあここ、何度か止められてますよね。つまりここには抵抗線があった。っていうふうに見え言えます。で、ここをブレイクした後、ブレイクした後このラインっていうのは今度支持線に切り替わるんですよ。なので、まあここで買い支えられたり、 またここで買い支えられたりっていうふうになります。まあこれがいわゆるサポートレジスタンス転換。まあ略してサポレジ転換みたいな感じで言いますね。では次3つ目移動平均線です。移動平均線使ってる方多いと思うんですけど移動平均線もトレンドラインと同じように押し目とか戻しを判断するのに使えます。やっぱり移動平均線多くの人が見てるので やっぱりそのトレンドラインの付近まで落ちてくると反発っていうのは起こりやすいですね。で、これじゃあ、どの期間の移動平均線が機能しやすいかっていうことなんですけど、これはですね、相場の勢いに応じて見る移動平均線の期間っていうのは変えていくといいです。例えば、めちゃめちゃそのトレンドの勢いが強くて、押し目とか戻しが 浅いっていう時は20から25期間の短期の移動平均線を見るといいですし逆にトレンドの勢いが弱くて押し目とか戻しが深いっていうときには50から100期間ぐらいの長期の移動平均線を見るといいですこれもですねまあいくつか移動平均線を引いて短期中期長期とでその3本のラインのうちどれが一番機能しているかっていうのを見ると わかりやすすいいと思いますで次4つ目フィボナッチリトレースメントこれもしかしたら聞いたことがない人いるかもしれませんフィボナッチリトレースメントなんかすごい難しそうな名前ですけどこれ要は3分の1戻しとか半値戻しっていうやつですね例えばこの上のチャートを例にするとまあここ直近の安値を0として で直近の高値、ここを100としますするとここからこう上昇してきてここちょうど50半分のところで反発してますよね。これがまあ場合によるんですけど、まあ、だいたい半値戻しとかあと勢いが強い場合はこの36.2のライン、まあ、3分の1戻しで落ちちゃったりだとか。 まあ、逆にトレンドが弱い場合はこの61.83分の2ですね3分の2のとこぐらいまで,で戻ってきてそこからまた落ちたりだとかこれも勢いによってどこのラインが効いてくるかっていうのは変わってきますでこのフィボナッチリトレースメント詳しくはあのこの動画の概要欄にリンク貼っておくので詳しく知りたいよっていう方はそちらから確認してみてください じゃあ最後5つ目、オーダー状況。これはですね、あの、FX トレード、大口の基幹投資家のオーダー状況を見る方法っていうのがあるんですよ。まあ、基幹投資家っていうと、例えば銀行とか、ヘッジファンドとか、そういうところが、まあ、大きな注文を入れているところ、そこを見ることができます。で、そういったものを使って、押し目とか、戻しの予想をすることも可能です。 例えば、この図の場合、これですね、ここら辺ですね、1.214から1.215にかけて、断続的に売りの大口注文が入ってますよね。なので、ここの価格帯では、あの、反発しやすいっていうことが予想できます。で、まあ実際、ここ、まずこうやって上がってきてるんですけど、 まあこの価格帯に達したところで一回売りで反応しますよね、まあ、こういうふうにして大口注文を見ることで反発するところを見るっていうこともできますでこのオーダー状況の見方についても詳しくはこの動画の概要欄にリンクを貼っておくのでそちらから確認してみてくださいじゃあ最後にこれら5つどうやって具体的に使っていくかっていうところを説明していきたいと思います まあ上の5つから自分が使いやすいものを選んで、で、それを使っていくっていうのでもいいんですけど、僕的におすすめなのは、上記5つのうち2つとか3つを組み合わせて使うことです。例えば、まあトレンドラインと水平ラインを組み合わせると、まあこういった感じになるんですよね。例えばトレンドラインを引きましたと。で、さらに、ここ。 まあ何度も止められているので、ここに水平ラインを引きましたと。するとここ。ここは、トレンドラインでも押し目になるだろうなって予測ができるポイントですし、水平ラインを見ても、ここで一旦サポレージ転換が起きて、ここでサポートされるだろうなっていうのが予想できます。なので、ここっていうのは、トレンドラインと水平ライン、ダブルの根拠があるんで、反発するだろうなっていうのは予測が立てやすいですよね。 こういうふうに、まあ、いくつかの根拠を組み合わせることで、まあ、勝率を上げるっていうことができますで実際僕の手法ではこの水平ラインとこれトレンドラインですけど僕は水平ラインと移動平均線を組み合わせてよく使ってますねでその僕の手法についてもこの詳しくはこの動画の概要欄にリンクを貼っておくので、まあ、気になる方はそちらを見てください ということで最後まとめです。押し目とか戻しっていうのは、ブレイクアウトと合わせて効果の高いエフェクトレード手法の一つです。で、押し目戻しを的確に見極めるには、まあ先ほど説明した5つですね。トレンドライン、水平ライン、移動平均線、フィボナッチリトレースメント、オーダー状況。これらをうまく使っていきましょう。で、これらは、まあ単体で使っていってもいいんですけど、 組み合わせることでさらに正確さを増すことが可能です。ということで今日の動画は以上です。もし今日の動画ためになったという方がおられたらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということでありがとうございました。